外国人庁とは日本の財界や地方自治体が政府に設置を要望している行政機関の過称。日本経済団体連合会は2004年4月14日に外国人庁の創設検討との内容を含む外国人受け入れ問題に関する提言を発表した。外国人住民との多文化共生を目指す地方自治体によって2001年に結成された 外国人集中都市会議は2008年10月、2009年11月12月、2010年11月と3年連続で外国人庁の設置を提言した。外国人受け入れ問題に関する提言。日本経済団体連合会。2010年12月7日閲覧。外国人受け入れ問題に関する提言。日本経済団体連合会。 2010年12月7日閲覧。国に外国人庁設置を都市会議、教育充実訴える。 47news,http://www.47news.jp/.cn/.200810/.cn2008101501000755.html2010 年12月7日閲覧。群馬で、外国人集中都市会議、外国人庁の設置を、 47newshttp://www.47news.jp:/cn/200911/cn2009112601000156.html2010 年12月7日閲覧。外国人庁設置を要望集中都市会議、文科省に。 四十七ニュース h t t p コロンスラッシュスラッシュ www.47news.jp スラッシュ CN スラッシュ200912スラッシュ c n, c n、S、2 0 0 9 1 2 1 5 0 1 0 0 0 2 1 2 h t m l 二零一零年十二月七日閲覧災害時の相互協定を締結外国人集中都市会議 47news,http://www.47news.jp:/cn/201011/cn201010801000736.html2010 年12月7日閲覧。ありがとうございます。